最悪だ。そこまでかな、きたー、筋肉とだ。やられた。何人登ったんですか。6人ぐらいいたけど。絶対俺が一番だったよね。すごい、やられた。エロちゃん、どんな気持ちですか今。まあ確かにエロちゃんがまあ梯子から登ったのは。夏目先生のツイッターブロックしよう。僕もしよう。僕も協力します。確かに夏目兄だったけどね。まあだけど一番最初の教えたの。夏目なんですよね、エロちゃんね。すげえ、めっちゃ。あんまよろしく。えらいえらい。えらいえらい。すごいな、夏目先生。結構入りそうな感じするけど。ね、あ、俺が入れたよ。ヘイトが、ヘイトが溜まってる。あ、あれあれ、さっき気をつけて。お疲れ様です。気をつけて。あれ、はい、お疲れ様です。あ、でもボタンを。ここで自投票決められるか。いや、ナイスクルー。ここの、ここの夏目先生のギリギリの、ギリギリの戦い。配信者だからね。ギリギリでもないと思う。投票決めて生き残れば。このギリギリの夏目先生。どっちへ振る？本日はありがとうございました。潔く反省の。どっちへ。これあれです。スキップをして、めっちゃスキップに偏ってたら恥ずかしい。ああ。でも投票、自動票がワンチャン作られるまである。ゴーゴーだよ。ゴーゴーが一番です。自動票して、釣られないのが一番かっこいいね。じゃあ、夏目がこれで死んだら、カキスタンを釣ってください。なんで？わかりました。知らないですけど。はい、よろしくお願いします。わかりました。2だと思いますけど、多分。僕37ぐらいだと思うな。僕は46に押してます。僕も46派で。僕も46。46か。まあってことは自投票しても55だ。8になるかもしれない。さよなら。どうすかな、決めできんな、多分今回このターンは。レポスターはよかったかな。はい。ん？え、ゾニキさんのレポート？はい。なんかエレジーさんがめちゃめちゃ怪しいってか。あ、まあそれはわかる。それはわかる。したい場所を教えてください。はい、メインホールから電気室に下るところの階段の上あたり。階段。電気。あ、ちなみにバイタル見てたんで16秒前ですね、死んだの。じゃあ無理じゃないですか、ゾニキさん。あ、じゃあね、クロムくんが無理そう。俺はアドビを。セキュリティまで行ってるわ、近くまで行ってるから怪しい位置って先言っときます。あんま覚えてないかな。最初はキッチンだけ、はい、どうぞ。すいません、3いて、どこだかな、展望デッキに1かな。で、ね、診察室にも1いた気がするけど、それ以外の情報覚えてない。最後ですか。一番最後メインホール3だったのは覚えてる、間違いない。最後はキッチン1のはず。キッチン1、あ、キッチンか、はい、戻ったかも。あ、まあ、あんま覚えてないってことで、ツゥンナツメは、いけないので無理です。お互いの白を証明できます。まあ、あれ、あ、直したもんね。理想だな。あ、そうですか。もう直した、そこでずっと一緒に。あれ、僕、あれ終わって、最後、最終キッチンだから、はい、まあ、僕、ツゥンナツメ、クロムまで一旦外して。クロム、うん、いいね。そうですね。エロちゃん、なんて言ってた？俺は、カキさんは無理だと思う。キさん無理だと思う。いや、もう俺、16秒前なんであれば。で、あ、そうなの？
バイタルに行ったんだ、はい、バイタル情報書きさんでしたっけ。はい、そうです。あの、で、わかりやすく言うと、コミュサボなが来る1秒前に死にましたね。かきさんさ、エロちゃんはだ大丈夫だ、無理そう。エロちゃん、あんま…あれごめん、はい、アーカイブで一緒に助かったの誰だっけ。 LG です、LG。 LG が、ごめん、ごめんなさい。その後、ゾニキさんと一緒にほぼほぼ下っていって、僕が先にメインルーム入って、でちょっと引き返した動きを見せた後、左に多分死体があったから、ゾニキさんを俺疑ってる。あ、じゃあ LG さん、俺目線では無理かな。だっけって思う。そのアーカイブでタスクしてた時にエロちゃんさんとあとゾニキさんがいたので、僕は16秒までたら絶対無理です。うん、16秒前が出たら、ただ死体位置から引き返したような動きを見せたので、あ、いや、その一応じゃ あ、まあボタン押しますね。僕じゃあちょっと次話します、はい、その理由も含めて。これ誰ですか、僕入れたの。僕です。です。誰。僕です。どうしようかな。容疑者位置に入ってロラを食い止めるか。いや、サンロラだったらするよな。やらさない方がいいんじゃない。普通にボタンを押させた方がいい気がする。すいません、ありがとうございます。いいとこはなかった。ちょっと話していいですか。あの、僕がそうした理由、まあ、僕がシャワールームを取ってメインルームに入った時に、マップを開きながらやっていて、シャワ一番右の部屋のシャワーのタスクがあったから あるわと思って引き返した時にゾニキさんとすれ違ったです。で、僕はそのままシャワーのとこにいた。だから多分その引き返したら怪しいと思ってるです。以上です。すみません、下行ってエレキの中ですか、それとメインの階段のところ。メインホールからエレクトリカルに下るところあたり でメインの前通ったら光るぐらいの位置だった体感はあるんですけど。階段上ってことですよね。あ、上です、上です。あ、なるほど、なるほど。ゾニキさん目線、LG さん無理ですか。いや、16秒前が正ならっていう感じですね。もしくはあれですよね、多分インポスターのもう一番でやってない、あの、見たけどスルーしたかとかですよね、多分ゾニキさんの高いは。です。あの、LG さんから多分話した方がいいと思うんですけど、私とすれ違ったのってめちゃめちゃ直近ですよね、はい、あ、めちゃめちゃ直近です。だからそこに下やったのマジびっくりしてます。多分 2,3 秒以内ですよね。そうですね、僕がシャワー入ってやり始めたらもうすぐレポートしたんで、あの、本当にそうですね。ゾニキさんしかいないんじゃないですか。じゃあ、いや、でも16秒前だから、それの場合は、バイタル偽装と LINE になるから。ゾニキさんはどっから来たって話してましたっけ。ゾニキさんはアーカイブ側から来た。だから LG さん目線、16秒前ゾニキさんは可能なんですか。あ、絶対無理、絶対無理。アーカイブ側から。あ、無理なんだ。だから、そう、ゾニキさんは、むしろ俺側から無理が出せる。ゾニキさんは16秒前です。カキさんの情報が本当だとすると、ほぼセンターエロちゃんの2択じゃない。俺も入るんですか、ね、エロちゃん無理。エロちゃん違うの。あの、僕、アーカイブから、ごめんなさい、ラウジ側行ってるので、LG さんからの人が出てる。僕はね、あの、クロムさん、初手キッチン分けの人がね、あの、16秒前だったらね、間に合わないこと証明してくれるはずかな。展望デッキから。いや、キッチン1はね、確実にいたんで、そうっすよ。違う。キッチンの、あ、ごめんなさい。違う。あの、発生位置、3人いたはず。夏目先生もいたっけな。夏目もいた。うん、そう。僕、センターも見て。で、僕、展望デッキで、あの、混みになってるから、絶対間に合わないの。メインがずっと3だったかも。あ、ずっとじゃない、2から3に。なんで、どういうことだ。それ多分ね、直前にあの、ゾニキさんがシャワールームからメインに入ってきたタイミングだと思います。それ3多分。その前に僕が、ちょっと前に僕入ってから僕が3になった時です。でもこれ、だ多分1,2,3みたいな動きだと思います。バイタル、かきさんのバイタルに基礎しかなくないですか。これはいい展開ですね。直すかな。すみません、一応僕が押した方がいいと思って押しました。多分センターさん目線のカキさんバイタル偽装っていうのはセンターさんが白だから、あのゾニキさんか僕がインポッターでやってる。違います。あの、もう僕展望で米が鳴ってるんで物理的に無理なんですよ。16秒前で LD さんとゾニキさんがお互い白証明してるんだったら、もうバイタルの時間がずれてるしかないです。多分先端視点の説明じゃなくて、多分トゥンナツメ視点が重要だと思うので話すと、僕視点の話でもないです。はい、お願いします。あ、ごめんね、ごめんね、ごめんなさいね、はい、先端さんの主張はまあ分かるっちゃ分かるんですけど、弁当から自分とトゥンさんが武器庫行ってるタイミングでキッチンからメインの弁当に飛び殺して武器庫で最終的にセキュリティっていうケースだったかなってケースだったら大丈夫できるかなと思うので。確かにあれでも電気室から来てるよって戦闘最初言ってなかった、はい、セキュリティです。僕そこまで言ってないです。
あ、そういうこと、ね、セキュリティって証言、うん、うん、そっか、弁当は雑誌定できないですね。うん、改めて僕目線ゾニキさんは無理だと言っておきます。あのバイタル偽装じゃない限りね、無理だと言っておきます。だから柿さん製の場合って先端じゃない、もうほぼエロちゃんは否定できるんでしたっけ、一応。あれ、エロちゃん誰か否定してませんでした。これアーカイブで、LG さんと一緒にタスクをやっているので、そうそうそう、16秒前は、うん、多分アーカイブに行くはず。でも、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい、あのキッチンに最後いた人っていたんでしたっけ。僕です。そうですよね、ホケス。え、最後でしょ。最後セキュリティじゃなかった、はい、最後僕キッチンだよ。いや、僕です、絶対。あれ、今最後セキュリティって言ってませんでした、センター。いや、違う、もう一回言いますね。展望で、キッチン沸きしました、展望いました、で、ダウンロード、アップロードして、その時にコミュサボになりました。オッケー、この議論自体無駄だから、はい、単純にキッチンに最終僕とセンターがいたって言ってて、キッチン1っていう2人証言してるんだから、どっちかインポスター、僕とセンターローラーしましょう。はい、いやちょっと待って、ちょっと、あ、じゃあ、おさせて。僕以外、ミーティングに、上がらなくていいから。スキップします。じゃあ、スキップは一旦するけど。押しますね、僕ボタン。ごめんなさい、投票しちゃってます。はい。ふふふ。さんが白くならないや。これ、キリして。これ、釣られるよな、次。あー、米をしてたか。はい、や、直すの。はい。じゃあ、仮に僕が犯人だと仮定してもらって全然いいんですけど、それで僕がキッチンだって言って、一偽装した場合、僕がどこに行って、何のメリットがあるのかを考えてほしいんですよね。僕、マジでキッチン先出ししてると思います。あ、じゃあ一応ちょっと前提を話したいと思うんだけど、うん、はい、最終キッチン1っていうの証言2人から出てたっていう僕の記憶って合ってる？いや、クロムさんだけだったと思います。俺だけだと思いますよ。はい、で、すかさず僕が行ったと思うんですよ。僕がいなく、そこにいなくて、先出しでキッチンって言ったらもう被るの分かるじゃないですか。それで言うメリットと、あと僕が、インポスターとして一偽装してる場合、どこにいるのかっていうのを考えてほしいかな。一つさ、思ったんだけど、トゥンさんさ、はい、あの、自分トゥンさん残して早くに武器庫行ったじゃないですか。あれ、一緒に行ったっけ？ほぼ一緒にキッチンから武器庫行ってます。コミが鳴る1秒前ですよね、バイタルの情報って。はい、そうです。16秒後に鳴りました。武器庫にいた時にコミが鳴りましたよね。うんうんうん、多分それぐらいだと。それからメインホールに飛び、電気室のところだから隣の部屋まで移動してキルする時間があるかないかっていう主張を多分センターはしたいと思うんだけど、いや、それは多分通るでしょ。若干ないと思う。通るから、あ、ないと思うんだ。あ、じゃあそれありがたい。それ証明誰もしてくれないから。ないと思うが。展望で最終目的だからね。で、展望出て武器庫になってるでしょ。だから僕はそれをかいくぐって、コミューを鳴らしてない時に弁当を2回使ってないといけないかな。先端ってさ、初期はキッチンって言っててさ、さっき通信室行ったっていうのはどのタイミングで行ってんのじゃ。通信室行ってないですよ。行ってないですね。さっきセキュリティまで行ってる。セキュリティまで行ってたよね。セキュリティ、はい。セキュリティって言ってた。どのタイミングで？セキュリティって言ってたから、そこに引っかかってる。その殺害ができるかどうかじゃない。行動が？それは、キッチンに他に、3人湧いてたからですね。あー、ごめんなさい。無投票だな。一番近いから、みたいな話だったから、先出しだったもんね。疑われるのはしゃあないけど、僕が犯人やったら意味わかんないことしてます。ずっと、証言が。乗り切れるかな、これ。コミューはそんな対応しない方がいいんだけどな。左寄っちゃうから。you
ナイスです。ナイスです。ナイスボタン。ちょっと、はい、このボタン一回最後にしませんか、もしもあれ、この最後にする、最後にする。はい。アメネコさんのさ、その、黒川クロムからのアドミン情報、うん、キッチンが1ってついてて、アメネコさんキッチン、センターの塩キッチンが引っかかってるからロアをして押してって気持ちはめちゃくちゃわかる。うん。多分アメネコさんの曲違いだと思いますよ、僕は。あ、僕はもうバーガータスクなが終わった瞬間にボタンが鳴ってるのは 100% なので、もう今回は記憶違いじゃないんですよ。あ、最初の最終なんでだ、まあ、最初の最終絶対見てない。バーガータスク終わった瞬間になってるんで、それを見てないっていうんだったら、まあ、センターだと思います。絶対見てないです。僕が弁当にもし入ってたんだったら見てるって言います。ちなみにじゃあキッチンセキュリティ館の廊下にいるとかじゃないですよね、センターさんって。一応ですけど、いやー、絶対ないと思うけどな。だからセンターのさ、殺せる人を絞りたい、うん、殺せる人を絞りたいんで。ああ、そうね、うん、多分不毛になると思う。だ、うん、た場合アリバイが多分全員成立しているから、柿さんのバイタル偽装くらいかなっていうのを若干考えてはいました、うんうん、そうだよね。そう、だから私は柿さんと LG さんの二郎が、あの、私視点そうなるかなり濃いと思って、もうちょっと慎重に精査したくて。あ、てか、コミの、16秒軸で、白証明してる人って言いますか、それとも、もうコミの直前だからっていう感じでやってますかね。どっちですかね。秒数が間違えてるのか、タイミングが間違えてるのかとかもあり得るかなと思ったんで。俺は、LG さんはできないと思っていて、コミューが鳴ったタイミングで、まだアーカイブに2人ともいたと思うし、シャワー室側閉まってたんで、それ開けて、できない。っていうのは無理かなと思ってるんで。てか、なんだこれ。あ、いや、単純にさ、思うんだけどさ、センターはさ、僕とローラーじゃ嫌な理由が、僕がクルーだと思ってるからなのかもしれないんだけど、その場合ってインポスター誰なのと思うし、僕がインポスターだと思ってるんだから、ちょっと、ローラーがね、危険すぎる。あの、意味がわかんなすぎる。その対立の仕方が意味わかんなすぎるから、多分、アメリコさんしても意味わかんないと思うんだよね。いや、センターはインポスターに見えてるから、あんまり意味はわからない。いや、それで、わざわざ被りに行かないよ、アドミン情報で。クルメとかいるところ、黒川の記憶違いはある。よし、ボタン消費させて生き残れた。最善だね。センター、さっきどうぞ。はい。僕は、貨物から、トゥンさんと、クロムさんを、と一緒に多分、配線の、直してて、停電。で、そこは最速で診察室で電気室行ったんですけど、そこに、今誰の派遣したっけ？エレディさん。エレディさん派遣か。もう一つ死体があったんですよ。アメニコさんか。アメニコさんの死体があって、あれ、ポッシュと思って、た瞬間に LG さんのレポートだったか。そうです、そうです。あ、で僕がレポートしてるのか。そう。で僕がレポートしたって感じですね。うん。なんか。あ、両方死体見えてるってことですか。うん、そう。でエロちゃんがいたって感じだから。じゃあ無理な人から始めていきましょう。お互いになんか痛いよって人いない？はい、じゃあシャワー室でタオルタスクやってたら、まず夏目先生が上行くのを見て、でゾニキさん、エレジーさん、エロちゃんさんの順で下に降りてきました、メインホールの方に。あ、そうなんだ。じゃあ柿さん視点では自分無理っていうことですね。それ順番結構大事じゃないですか、今の話って。ゾニキさんが一番最初ですね。ゾニキさんが一番最初で、その次エレジーさん、その次エロちゃんさんで、夏目先生はもう一回。じゃあエロちゃんどういうこと？俺って、全くエレジさんと同じ行動してたの見えてます？カキさん視点。あ、見てないっす。あ、見てないんだ。あ、そうなんだ。エロちゃん自身が自分がクルーメイトって証明ができないのであれば、もう大丈夫かも。うん、できないかな。ただ、死体2個転がってたんで。うん。で、これ、
電気室の一番上の列って言ったらいいのかな。そうですね、123の番号のところで、センターは右側から来てるから、はい、もう一人は電気室の中にまだいるはずです。投票しましょう。キールの時間はなかったと思うんで、多分僕にヒート集まってるんで僕に集まると思うんですけど、タスクやらずに、脇位置とかも考えて、しっかりローラーまでしてほしいですね。うん、これ鳴らしに行きます。ローラーをする位置ってどこ、センターですか。エロちゃん、エロちゃん、エロちゃんで間違いない。 OK です。タスクやんなきゃ。センター、なんでキッチン1の時に名乗り出ちゃったの。キッチンに行ったからです、多分。僕の記憶違いでなければ、キッチンに入ってるはず、キッチンの下のとこまで行ってるはず。だから多分クロムさんの記憶違いだったのよね。はいはい。先端の視点をさらに進めていいですか。どうぞ。代弁して、先端の視点だったらアメネコさんがクルーメイト確定しているから、キッチン1の情報を出していたのが黒川クロムで、でそのキッチン一応黒川クロムが見を見てたのに1って偽装してるケース。入った瞬間だったよね。あ、キリ廊下。成功が取れないです。で、ってなると黒川クロムとエロちゃんの2人のインポスターが確定していて、黒川クロム、エロちゃんのラインを否定できる要素って何かありますか。自分も申し訳ないですけど覚えてない。ほぼ合ってない。うん。今回多分右側にいるのが俺で。僕は右で見てないから、そもそもこれキルにも関与できないんじゃないかなとも思ってるだよね。わかんない、最後わかんないけど。まあでも強気に出たからボタン消費できたってのもあるから。さっきのターンだと、先端さんより確実に上にいる、いや、トゥンさんと先端さんと直してるからっていう、先端さんより先に行ってはいないからっていう発言を、先端さんから出るはずだから、俺が。最悪マジで、下に2つ共にやっちゃった。キルの犯行でアメネコクロカワンの最善でしょ。エレ、カキ、ゾニキに、アリバイが成立しているからそこの主張をすれば楽じゃない。ゾニキさんは戦いやすくなったでしょ。ちょっとキルは絶対無理じゃない。だって俺、あ、だからそのそう、あの黒川クロムとエロちゃんに、アリバイが成立しているから僕たちはこの二人がインポスターだった時に初手切りは成立できないよって主張をしとけば、多分先端確定インポスターって指定になると思います、うん。最終位置だけみんなあの位置を聞いてもいいですか、今のダブルクロム。まあ釣られなかった。これはもうローラーで確定で強気に言ったからこそだよ。あ、マジで廊下に入れていたら多分釣られてたから。わかりました、釣りましょう。はい、みんなの最中聞いていいですか。書きましょう。みんな一斉に行っちゃった。エロちゃんまで釣れたら最高だけど。夏目アーカイブかけシャワー室、うん、悪すぎるマジで。相方の死体に遭遇し続ける男です。最悪すぎるマジで、まあ、僕でお願いします。わかりました。釣れた。いやー、敵ー。エロちゃんは自分は盤面整理をして隠しろだと思って釣りました。でけー。いや、まあまあまあ最善かな。ちょっと合わなかった、ごめんなさい。お、センターじゃない場合ってあのクロムさんが僕じゃないです。ちなみに初手切る、それ僕初手切るじゃないです。あのセンターさんは無実マジで、私のあの死体を見てパッてて降りていきました。そう、逃げました、まあ、僕は、ね、殺せる位置にはいたけど殺しちゃいないっていう。で、あの方です。で、僕、あ、そうか、ハメが走ってるのか、僕は分かる。そうか、そうかそう、あの方なんですよ。てか、そうなるとだってもう二択じゃん。だっていや、なんかたどり着けるのかな。これ認知のだけ結構きついっすよ。結構たどり着くの難しくないですか。ここまで全部センターさんがやったって思って持ってってる可能性もある。そうだから、まあ最善ではあったかな。ボタンめっちゃ消費させたし。いや、そこそこそこ、俺やっぱ間に合わなかった。マジ最悪、死体2個とも見つけちゃって、もうその周辺にいてもう最悪なもん、マジ。センターさんでも最後下手するとあれですよね、キッチン入れるか入れないかの位置にいたかもしれないですね。あ、そうですね。僕ギリギリっぽかったです。なんか、うん、でも強気に言わないと多分普通に釣られて終わっちゃうから。そうですね。うん、強気に。はい。はい。昇降機左前ですね。なるほど。したい。サボ、あ、込み直しました。はい。診察室。
エンジン。あ、で、今メインホールにいます、俺は。パニック演技できてた、僕。犯人知ってるからな。ってな。よう演技するしかない。エンジンだったら俺絶対無理じゃないですか。いや、ドリキさん視点で。俺は絶対無理じゃないですか。あ、いや、でもメインにいるのを目視できてないし、アドミン情報もないから。いや、違くて、違くて、俺がサボコミュニサボ直してるんですよ。ああ、確かに確かに。で、左から来てるってことは、左から宿舎、宿舎、ね、パニックになるわけないじゃないですか、犯人分かってんの。証拠まで行かない。犯人も事情も分かってんの。パニックになるわけないじゃないですか。キッチンから行ってます。キッチン武器庫、うん、そっちだから分かんない。クルーメイトだったらパニックになってるだと思うけどね。犯人もだって、どういう経路かも分かってるんだから。はい。下位置って、どこでしたっけ、ダブキルの位置。電気って言ってますんでしたっけ。下位置電気に2つですね。電気に2つで先端差が言ってた。でエロちゃんも話してたから分かんないな。もうワンチャンあるか。誰が怪しいとかいますか。誰が怪しい。夏目先生はさっきの犯行からないんですよね。あの上に抜けてるってことですよね多分。柿さんからの城をいただいて。あ、そう。で、カキさんがキルされてることから、落ち着いた演技した方がいいか。白で置いておくて。確かにな。裏の時落ち着いてる、うん、確かにな。ゾニキさん、まあ、夏、うん、そう、ゾニキさんとトゥンさんもっと落ち着きの強気で言ったらよかったか、確かに。僕目線、夏目先生無理だと思うんで。あ、いや、夏目先生が絶対無理。確かにそうだ。夏目先生、白が正面。ゾニキさんしかいないと思います。多分、証拠左に集まりましょう、とりあえず。証拠左。左。コミサボとかなっても絶対左。オーケーです。絶対左。ボタン残ってる人いない？いないと。残ってないですね。あ、残ってます、残ってます。多分。ねえねえ、あ、オッケー。強がってさ、強がんだね。いや、犯人も経路も分かってんのにパニクるわけないじゃん。あ、情報少ないよね。いやー、むずいっすよ。いや、追えない気がするな。しかも生存クルー、タスク終わんないっすよ、多分だから。相当インポスター強そう。あ、分けられるよね。頑張れ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 。その攻撃はこっちにあって右行くのは強いな。夏目先生じゃなくて誰か別の人が行ってたら殴り合いにならないから強かったけど、ラストボタンだからここで釣らなきゃいけなくなりそうかな。はいはい。まあ、僕目線夏目先生無理。え、ではそれは明白で、あの多分誰視点でも多分客観視点夏目は無理で、トゥンさん的には黒川クロムはなぜ外れましたか。はい、貨物で先端さんと一緒に湧いて一緒に、照明直して、え、その後上行ったんでしたっけ、クロム君。その後、うわ、そうそう、上行ったけど俺はなんかもう一個タスクが貨物室に残ったの忘れたら一旦戻ったけど、先端さんの方が確実に焦ってる。先端が先に下行って診察室行って確かに、でだから追い抜いて殺さないと無理なんで、多分クロム君はさっきのダブキルの時無理かなっていう視点からゾニキさんになるかなって感じです。先端黒川クロムだった場合はどう、うん、ああ、そしたら俺今のキル絶対トゥンさんのとこに合いません。そんなことないですか。俺コミサボを直した人他にいます。だっていないですね。ああ。でコミサボ直るのって確実に30秒より前だったはずだと思うんですよ。俺が記憶してるのは30秒より前に絶対直してると思ってるので、でそっから俺は昇降機まで行かないといけないです。さっきの昇降機前のキルに関して。そう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 、うん、めっちゃエッドネイって言ってる。確かにそれはあるなって感じだはず。確かに、うん、そうっすね、両方、うん、電気室のダブキルも今の昇降機のキルも含めて乗り切れないかな。よりかはゾニキさんの方が黒いですね。どうします先生、釣ります。じゃあ黒川どっちが怪しいと思う。俺はゾニキさんの方が怪しいと思ってるんだよな。え、俺はゾニキさんの方が落ち着いてほしくては言わないようにした。頑張ってほしい。うん、トゥンさんと電気を直したとき、ダブキルしたときにトゥンさんが上だった気がする。先端さんしか見てない下に降りるの俺は。だからそれだけ、うん、あー浮き位置、どうします。私
どうするどうする夏目夏目先生スキップスキップでよし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 頑張れ頑張れヌンヌン絶対自分が使うのでヌンヌン触らないでください、はい、頑張れ頑張れ昇降機左昇降機左ですねわかりましたはいこれどうしか米サボ鳴らしても仕方ないしな停電3分の1で釣るかうまい立ち回りするか今日いい勝負多いですね頑張れ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 これ助けみんな少ないって話だったんでしたっけ頑張れ多分前日進んでないんじゃないですか気がする、うん、まだ1回も始めてないタスクの話してないでね4人盤面で釣らないのはちょっと良くないですね、まあ、頑張れタスクとあとフォーメーションを決めないとねタスク少ないんだったら OK だけどうん頑張れ確かに勝ち筋がねあーそう勝ち筋やって残すならいいけどもう話せないんだから頑張れまあ9本しかないっすよね多分頑張ってでうまく夏目先生を切るうとさけるできるかって感じなのかないやそれだと佐々木さん釣られるからこれ コミサボ直さない一緒だからあ多分そうですよねドア閉めされたくないからコミサボ直さないタスクどこにあるか分かってなかったら直しちゃうのかないや多分打ち合わせしてないから直すと全部で全員であの回り切ればいいんで、うん、一部屋一部屋あでも直す必要がないこれインポスターどうやって書くんですかあ、綺麗ですね。そう。見切るしかないけどな。OK です。ゾニキさんですね。ゾニキさんですね。ここで私が夏目先生をキルすることによって、あの絶対黒川さんの票が入るので、だからメリットがないっていうのと、まあここは入れ合うんですけど、多分クロムさんから私のなんだ黒予想を上げて否定する材料で提出させてほしいです。あごめんなさいミュートになってましたすいませんあはいはいいやごめんなさいはい2人入れてますよねちょっとはい入れ合ってますここはもうデータリさんいやじゃダブキルの時お互いどうやってできたか教えてほしいどうやってあできたそうあもう一人の人がやってるじゃないですかトゥンさん目線のトゥンさんがトゥンキさん目線のトゥンさんがやってるかとかどういう感じでやってるか教えてほしいあーうん、先端さんって私見てなくて、なんだろう、足し点から、先端さんって貨物、診察、電気に行ってるでいいですか、あの黒川さんして。リアクター分断の下回りで、先端さんで潜って切るからのダブキル狙い。そうすると、で確か先端さんが下回りで行ってるっていう証言って、うん、トゥンさんから出てたと思うんですよね。リアクター分けからの、はいうん。トゥンさんから出てることから、2浪で下に行ってるっていうことなんじゃないのかなって思いますけど。いやでもトゥンさんは下に行ったのは見てないですよ俺下に行ってるのは絶対見てないですその貨物で湧いた時に僕その照明直した後先端は僕右下のこれ買ったすごいけどなだからその順番的にありえないですよ僕あそっか先端さん僕って言ってるのをクロム君が見てたあれですけど僕下に行ってないんでそもそも多分そこを行こうと思いますいやでも右下に行ってるってことは空白の時間ができており電気室に行くことは可能なはずなんですが3人一緒だったんで、もうその治った後、多分別れ道は多分っていやいやいやでも、ごめん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 、俺、トゥンさんが下に行ったの絶対見てねえんだ、俺。いや、私がこれ、あったらさ、夏目先生、キルしないよ、ここで。絶対見てないよ、俺。見てないんだ、俺は。ええからってことか。見てなかったし、トゥンさん。いや、申し訳ない、ゾニキさん。いや、ナイスどっちこのゾニキ、ゾニキ。ゾニキさん、初手切りです。なんで僕をキルして白証明されるんだ初手切りゾニキさんですよ。だよね、そうだよね。エレジさん、なんで白なんだよ、ゾニキさんか。くそあ、いいですか。ゾニキさんって初手切りどうしたんですか絶対それ知りたい、みんな。いや、時間軸が多分違うっす。マジシャワー室で あのアーカイブシャワーメインで切ってでシャワー室戻ってエレジーさんがアーカイブシャワーメインって抜けるときにあのずっとシャワー室いたよって感じでアリバイ作る下から来たのかごめんなさいこれアーカイブにいると思ったごめんなさい普通に勘違いした申し訳ないですあオッケーそういうことかそう普通にまあ時間軸は合っててメインにあじゃあその前にやってたシャワーに入っていったことを切ってやられましたなるほど僕が本当にコミュで、展望デッキがなりました。なぜかっていうと僕が押したからわかります。
確かに。でもね、先端が素敵でする分にはできないなって思う。僕はいやゾニキさんにキルされて、で先端さんがすぐそばにいて、先端さん助けてって言ったらはしご登ってすぐ降りてどっか行っちゃいました。先端死体見てうわっと思って全力で逃げました。先端さんって言いながら叫んでました、幽霊で。キッチンには入ってなかったっぽいです。あのギリギリ廊下だったっぽいです。僕の中では多分クルーメイトでも多分キッチンいたって多分言ってるぐらいギリギリ。なんで普通にいたって証言をそのまんましてたのか。そう、あの本当にいたと僕自身も思い込んでました。最初にセキュリティって言ってたのもセキュリティにも行きましたね。セキュリティ行って電気室行ってセキュリティ行ってキッチンです。あ、なるほどなるほど。そうなんかね、そうクルーメイト視点だったらセンター最終時セキュリティって言ってたのになんか最終時キッチンって言い直して、え、何何何ってなって、ずっとキッチン1の時あとね、そのセンターがギリギリだったとしたらやっぱり僕が一番引っかかってたのはなんか僕がキッチンにいなかったって言い切ったことで、その見える位置にいたんだったらやっぱおかしいなと思うし、結局キッチンになってないとおかしいから、そうですね、僕は見えてな、本当に見えてなくて、もうちょっと強引に生き残ってボタンを消費させて僕生き残ってが良かったから。でしかもその次もエレクトリカの死体見ちゃって、もう最悪だってなって、もうとりあえずもう来た人を殺して、よりによってアメネコさん来ちゃって、もうなんか相方に冤罪が報あるあるいっぱいは来たんですね。そう、2連続来て、僕やからキルしようと思ってキルしたわけでもなく、そのまま行った先に死体が転がってる。申し訳ない。で、ふーん。でも結果なんか全部の兵とセンターさんとか行きましたもんね。そう、ゾニキさん追いづらい状況だったんで、すごいなこれと。なんかあるあるですよね、そのうまいキルした時に限って相方に容疑。そう。マジで最悪だった。もうどうしようと思って。めっちゃあるあるだ。いや、まあ、キルはできないんだろうなとは思ってたけど。にしても犯人いないですからね。ああ、そうそう。だから途中でごめんなさい、柿さんとかめちゃくちゃ疑っちゃってて、バイタル情報の。ああ、じゃあ、柿さん、嘘じゃないのに。いやいや、ゾニキさんのなんか入り込み方がうまかったですね、やっぱあれ。うん、あれがもう全部をかき乱したんで、多分、うん、いや、いい、本当に全部いいキルだったんですけど、僕の場所がマジで悪すぎて、僕が全ての罪をかぶって死にました。失敗しょうがないな。いや、お見事でしたね。